美容院と眉毛サロン行きました。いや眉毛サロン行ってる？来る。ナイスーナイボーイスナイスー小作の靴を履く男、うん、そうだな。初めて知った。今裸足です。あ、消費するんだね。なんかはしごの上に置いてあったかも。確かに。え？え？なんですか？お塩入れればよかった。今追いかけてきた人でしょ、俺のこと。うん、僕です。ケンタさん、はい、僕は3票入れました。ありがとうございます。2手目貨物は多いから、2手目ってさ、結構白照明し合うの多いよね。難しいな。黒茶青ピンク、ボタン押しっか。1分ぐらい経つそうだな、これでも。ありがてー。おー、いいボタン入っていく。結構経ってたんじゃない？ 1 分とか経ってたんじゃない？うん、結構経ってた。1分弱ぐらい経ったと思う、うん、これは白いっしょ、さすがに。さすがね、白いですね。いや、でもなんかとある人の統計学によると、2回目のボタンを押した人は 80% インポスターみたいな話。そんなんない、そんなんない。はじめまして、皆さん、夏目と申します。もう初めましてなのに、もうそんな統計になる。何で入るの？2票入ってました。セルフ、インポスターに2票、色ですね。諸説あるね。私が6票入れました。6票入れました。やっぱ、数があってね。ダウンロール。これで12秒でドア開けて、そのタスクできるな、リアクターなら。余裕あるんじゃない？ナイス。よし、いいボタン。4番か。隠しろ隠しろ。3回目のボタンってどうなんですか、統計学的に。統計学的にクルーの可能性2兆%です。2個の差が。2個ダメ、そんな。じゃあ夏目入れなきゃ。夏目先生だけ釣ればいいです。あそこ終わりました。早っ。あら、早いな。すごい早い、それは。嘘ですね。そうだね。タスク終わりました。2人分終わりました、タスク。じゃあこっちは5人分だ。はい。メインホール。メインホール。今日あとね、眉毛サロンにも行きました。美容院と眉毛サロン行きました。みんな眉毛サロン行ってる？よし、整えてもらった。非常に良かったですね。あ、椅子が良かったですね。すごくくつろげる椅子でしたね。ちょっと眠ってました、半分。一発白ピンク
あ、あら、やっちまった。あら、え、あらまー。サントスさん、マジの直近。うん。で、疑ってるのをピカクロスさん。ね、ピカクロス弁当見てるんだわ。どこですか？シャワー室の弁当が空いてるのを確認して、出た瞬間、私か、乾燥。いつのタイミング？ね、ボタン鳴る5秒ぐらい前。5秒ぐらい前？俺シャワー室にいたけど。そう、5秒か4、あの5秒か6秒ぐらい前で、私乾燥室にいて、乾燥室から弁当の階、あの、真ん中の上下に分かれてるところ、貨物とシャワーの。あそこの縦のところで。あそこから弁当が開閉見えたからやべえと思って心電図確認しに行こうと思って走ってたんですよ。え、貨物の方から見たの？うん、シャワーの方から。あ、マジで？俺と合わなかった今。合ってないっすね。俺今シャワー室入ってきて奥に行ったけど、あのシャワーのあれが鳴ってない。ねえねえ、ピカクロさん、サントスさん見なかったですか？ね、合ってないんだけど、いた気がする。あのね、停電の時にどっかのタスクを一緒にやって、それでシャワーの方に一緒に行ったような記憶がある。電気室でサントスさんとピカさん見ました、ね、そう電気室で見てるんですよ、うん、でその後私が停電最中だけど、まっすぐ確かね、その乾燥機の方に向かって、サントスさんは多分、うん、シャワーの上の方に上がってると思うぐらい、言えるとしたら。とりあえず弁当の情報出てるんで、弁当が最後5、6秒間無理な人洗いますか？うん、エロちゃんは無理だ。夏目先生は多分無理だと思う。俺とセンター無理ですね。はい、エリジさんも無理です。俺は、まあ、向いているんですか？あ、見えました。はい。昇降機前のドア。ああ、はい。僕は最終貨物だから結構できる位置になっちゃうね。うちみは後半カメラ見てて、エロちゃんが上がっていく瞬間は見てました。他は誰も映ってないです。カメラが映ってたのは見ました。エロちゃん。ガッテン見てないかも。ごめん、見えてないかも。はい、うん。ね、エレクトリカルで夏目サントスいたって証言が出てるんだったら弁当無理だと思います。あのさ、うん、シャワールーム奥に行く段階で乾燥室 の, あの左側、シャワールームの右側って見えるかな？見えないことってあるかな？いや、人は見えないけど開閉は見えました。わ、2票も入っちゃうんだ。なんでピカクロスさんになってるのかちょっとあんまり分かんなかった。俺もサントスさんといたのが投票表ないさん。僕です。弁当見て心電図に向かうってめちゃめちゃクルーメイトじゃなくねって思っちゃったけど、むしろ死に行かないかって思っちゃった。その報道ベント側じゃない、むしろ離れたいと思わないのかなって思っちゃった。はい、ちょっとジブいただきいただな、欲しい。ピカクロスさんと電気室で会ってるんですよ。うん。で、もうボタン押されもう3、4秒前ぐらいに、もうサントスさんも電気室にいたんですよ。うん。お、それマジで？はい。だからマジの直近でサントスさんが死んでいるから、ピカクロスさんを自分は疑っています。あ、そういうことね。でも投与は入れてないです。間違いなく私、乾燥室から、シャワー、あの弁当見たからやべえと思ってそのまま抜けていって、抜けてる時に誰か人影は見てなくて、でエレクトリカル通って心電図に行こうとしてる時にディストリビューターの前にいる夏目先生がいたぐらいなんだよね、うん、サントスさんがどっち側に上がってった、診察室まで行ってるんですよね。行けてない、行けてない、右に行ったって感覚がある。右、あ、いいよ。俺最終シャワー室だからピカさんと会ってないのは当たり前だわ、はい、ピカさんはもう診察室まで行ってんのね。行ってる行ってる行ってる、はいはい。あ、診察室の中まで入れてない。エレクトリカルの本当にその天気でいうと6のあたりまで行けてたかなぐらい。だから、うん、それでサントスさんが夏目さん目線どっち側に抜けたかが結構大事なんだけど。診察の方に抜けてる。右側に抜けてったって記憶してて。であれば私はあの無理だね。あの届いてないから。診察まで行けてるんでしょ。いや、行けてない。診察の方向に向かっていたって表現をしてるだけ。なんか僕ピカクロさんいたのは弁当見たのに弁当の方向に走っていく行って心電図見るのってクルーっぽくないなと思ってた。いや、でも寺田さんと食い違ってたと思ってたんで入れましたけど、まあ、一応食い違ってなかったってこと、うん、食い違ってはないと思う。あのシャワーの弁当ですね。シャワーの弁当多分ね入った方だと思うんだよね、まあ、出た方じゃなくて、うん、あのシャワーにいてシャワーの方の弁当見たんだ。そう、じゃあインポスターから見られてたんじゃない？いや、乾燥室の方だから多分インポスターの視界ギリギリ映んなかったのかもしれない。オッケー、
ピカクラさん目線で落としたい人を言ってください。うん、え、わからん。C って言うならプテハシさんが貨物って言うからプテハシさんが使ったんぐらいかなって感じ。そうなんだよね。もうそう、うん、弁当を使えるとしたらプテさんぐらいですね。ピカさん白なら。そう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 。うん、できてよかった。乾燥してだからピカクラさん落として誰かロラでいいと思う。弁当の。大屋さんの目撃情報一個ないのか。黄色。やばい、調子悪いわ。いびきがしてっから。茶色。茶色。あの時間取らせて申し訳ないですけど、うん、乾燥室ってどこだか教えてもらってもいいですか。あの覚え芸のとこですね。シャワー室の、うん、あの覚えるやつです。記号、うん、シャワーと貨物にあるところだよね。あ、了解です。ありがとうございます。1点確認したいのが、藤宮さんセキュリティからエレクトリカルに入ったと思うんですけど、はい、エレクトリカルからセキュリティで、セキュリティ最終です。ああ、OK です。 OK です、はい、証明できる。メインで先端さんと寺蔵さんとは行って、エレクトリカルに降りたらへんで、まあ、停電になって、うん、そこに確かサントスさんとピカさんがあの電力上げ、カメラ情報とかありますか、はい、それがエロちゃんが上がった瞬間を目撃した以外はないです。上がったら無理かな。一応エロもう超直近なんで、藤宮も城なので、うん、ピカクラさん目線だったら、プテラ高橋テラゾーさんどっちかにいる、うん、います、うん、さっきのなんか議論で、そのピカクロスさんが3秒前に夏目さんがピカクロスサントスを見たって言うんだったら、実施点はピカクロスさんだね。僕は診察室は行ってないから、一応僕の動きを言うと、センタンとエロちゃんがシャワー室にいたタイミングがあったと思うんだけど、そのタイミングで僕は、シャワー室から上から抜けてアーカイブラウンジ貨物っていう風に言ったんだよね。うんと、なんかセンタンがエロちゃんについていってなかった？うん、多分逆だったっけ？動き的には一緒だったかな、はい、そうだよね。なんか動きがずっと一緒、なんかあ、この人たち一緒に行動してんだなって思ったところが一回だけあったから、その後貨物に行ってそこで終わっちゃってるから、診察室には行ってないというのが僕の主張だね。お互い無理って言える人はいないんですか？2キロ来てますけど、隠しろ1さんは無理かな。今検討した、本当に、サントスさんのキルがテラゾーさんとプテラタカハシさんしかできないっていう風に村の相違が取れるのであれば、私含めてどっちかを土地でもいいよとだけは言うけど、むずいねこれ。いや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 でしょそれは、うん、そこまでありがとうございます。俺してはメインホール脇、エンジン、宿舎前、リフト、アーカイブ、シャワールームで終了、うん、って感じ。リフトからトゥクトゥク乗って右に渡ってます。ちなみに1回目はスキップして、2回目はピカクロソンに入れました。僕はさっきね、まあ、右4人が白いぐらいですかね。東屋さんの目撃情報ないんですよね。はい、動いてない。最初まで右に行ったのが見えた気がしてるくらい。一番最初な、ね、うん、お家がいてよいしょ、停電。ナイスボタン。いや、これはナイスボタン。めちゃくちゃいいボタン。タスク終わりました。終わりました。これタスクあるんで、ここです。あと1個です。終わります。あと1個で。僕はあと3つあります。あと2つ、すぐ終わる。60秒で終わらないと。4つあるんで、ワンチャン、うん。キッチン側と、メインじゃなくて、ミーティングだね。僕も左側にある。そのエロちゃんが東洋さんを見たっていうのは最序盤。一番最初多分脇がね、うん、一緒だったかも。どこでしたっけ？メインかな。
ごめん、メインとかでだった気がすんだよ。メインとかなんか、メインは富士宮先端テラゾー以外見てないですね。ごめん、そこまであの確証なくて、俺がどこで湧いたか、ただ右に行くのを見た記憶がなんとなくあるだけ。ワンチャン切るだけだったら、サンドさんの切るだけだったら藤宮はあるけど、もうワンチャン。プテさんって左にタスクあるんですよね。今左にタスクがある。右が結構終わったから、あと3つかな、うん、あ、わかんない。でも1個やって派生してもう1個増えちゃう系のやつだったらわかんないけど。最後右にタスクあるのかなと思って。誰から目撃されてないですよね、プテ橋さんって。そうなの。最後に、見てもらったのはエロちゃん先端だと思うから、その後は会ってないんだよね。だから20秒ぐらい会ってない、誰とも。プテさんエロちゃんが言ってることが本当だとしたら、右側にいたんだったらやっぱり、うん、ガサンプテさんかなり黒いなとは思ってますって思ったけどな。え、どういうことどういうこと。だって貨物室ラウンジアーカイブらへんにプテさんがいたんでしょ。でピカさんもシャワーズからベントのガルマルスって言ってるでしょ。あと高野さんを自分が電気室の奥側で殺してたら多分死体発見されないですね。うん、一応夏目さんもグレーではあります、ね、ああそうですそうです、うんうん、あと一応俺最後の最後に先端さんに見られただけしかないから、俺も一応浮いてはいますね、うん、ほとんど見られてないから。ベントの話で冷たいっけどな。ピカクルさんを釣って本当は、まあうん、ボタン押しましょう、ね、割とタスクじゃない30秒で。そうですね、タスクをガンガンやるのが一番あって、あと2個でボタン、うん、そうですね、うん、これはできないからもう、うん、いいじゃないですか。うん、カメラで犯行の瞬間を見たいんですよー。いいよカメラを見る。ポレはカメラを見る。ポレたちはカメラを見る。クロスエロちゃん。私たちカメラさん。あ、ナイスキン。はい。コミュニケーション。今セキュリティで先端と藤宮さんと一緒にいて、キッチン武器庫コミュニケーションって言ってそこで発見。夏目先生はセキュリティの下でアップロードしてて左に行ってましたね。でエンジン左に移ってたのがプテハシさんとピカクロスさんです。俺もいるはず。エロちゃんさんもいて、なんならエロちゃんピカクロスがほぼ一緒に動いてるから、うん、私目線エロちゃんさんがほぼ無理。一緒に通信室の方から、説明します。ピカクロスさんとエロちゃんが通信室からエンジンに出てきて、ピカクロスプティハさんがその後後続してたって感じでしたね。なるほど。うん、で僕目線藤宮さん無理。寺田さん一応セルフは一応あるけど、ずっとカメラ一緒に見てました。僕はその後に後続してたけれども、その後コックピットに一回戻ってるのね。エンジンで途中で分かれてるのは認識してます。そうそうそう、僕左には助かったから、なんか一人でいるより一人でいたら殺されちゃうかもしれないからと思って一緒に行動しようと思ったんだけど、エロピカと。でも僕はその後左に行ってるから、実地点はしかもこれ僕10秒ぐらい前に通信室通ってるのね。だから割とテラゾーさんセルフはある、もしくはエロピカ二郎で口を合わせてるかどっちか。それは一番ないでしょ。サポートしなくないですか。もうタスク割りそうなのに。ヤシさん目線エロピカの二郎って一緒に戻ったってことですか。うん、いや僕は置いて戻ってるから。ヤシさんがだってコミュニケーションの前に通ってるんだったら。そうだから、それをさらに。その時は死体がなかったけど、その後に逆走してついてきてて一人殺してるんだったらあるってこと。あ、でもそしたら藤宮も黒市になるから。ピカクロさんと俺と藤宮の三郎とかになっちゃうね。いや僕、先端さん目線白出てるので、うん、あ、先端は最後までピカエロを見てる。いや、見てないです。あ、最後の最後はピカエロはエンジン通過するの、エンジン通過するの、プテさんのことに入れたいです。プテさんに入れます。
最終の最終は僕が2人があの宿舎前通路の下のドアにいるのを見てます。寺蔵さんまで釣ってほしい。もうタスク、まあ大丈夫。これね、あとメインの2個、あとメインの2個タスクやんなとね、ついていって場合じゃないよね。カメラで霧の瞬間を見たーい。茶色、水色、黒。寺蔵さんなんだ。寺蔵さんそうだったのか。ごめん、もうなんでやそこでリポートしてしまったんや。そういうことか。なるほどね。リポートがミスだったのか。そう、いや、もう一切ぐらいしてからでよかったね。タスクもでもきつかったですね、うん、ちょっと今回は早かったね。我慢我慢で頑張ろうと思ったんだけどな。小屋さんは金庫室で死んでますね。金庫室で殺して、僕が宿舎前リフトアーカイブシャワールームってきて、あー、すげえ、サントスさんキルは本当に直近でたまたま診察室に僕上から貨物側から来てすぐ切った瞬間1秒後にレポートみたいな。そうそう、1秒後レポートでした。レポートでか、それで死体が消えて助かったなみたいな。弁当は弁当、あ、シャワー室の弁当は僕かな、もしかしたら。貨物側から貨物側に弁当行ったのかな。じゃあでプテハスのしか理論的にありえないいやプテハスさん本当ごめん、なんか今回いや全然全然、僕もキル我慢してなんかいつもキル殺しちゃうからピカさん釣らずに我慢したのすごかった。いやそこごめんなさい、ピカクラさんマジで申し訳ねえ。しょうがない、マジでしょうがないと思います。あの私も自分自身でこれ完全容疑者位置だからローラーしたいって気持ちもわかるんで俺は正直にピカさんと矛盾してないって途中で言わなくていいこと言っちゃったなと思って確かにあの寺蔵さんとピカさんの対立でピカさんだけ釣れたかもしれなかったから。そうなんだよな、なんかチャンスあったなぁ。そうしてたな今回は。いやでもそれだけ白目も上がってたから、うん、警戒してなかったな、寺蔵さん先生。いやー、めっちゃ正気してた俺。殺す、ことしなきゃダメだな、やっぱ。最後、エロちゃんキルしたかったなあれ。エロちゃんキルしてピカさんとの戦いだったらワンチャンあっただろうな。なるほど。そう、ずっとエロちゃんピカクロスがくっついてたから、なかなか難しかった、うん、あれもしエロちゃんキルされてたら多分結構ピカクロス落ち濃厚でしたね、うん、でも俺プテハスさん多分言ってましたよ多分。あ、ごめんなさい、後出したからやめとこう、うん、なんか